下関の求人事情。はい、トルムチャンネル始めていきたいと思います。10月20日金曜日。はい。えー、ちょっとね、あの、求人誌をね、パラパラと見ておりまして、あーなんかちょっと流れがね、下関の求人事情に、ちょっと流れがね、変わってきたなーっていうのをね、思いましたので、ちょっと喋っていきたいと思います。まずね、びっくりしたのは介護職ってなんか安いイメージがあったんですけれども、全然そんなことなくて、パラパラパラーと見てたら、 介護職って今22万以上、何やったらまあ23万から24.5万ってね、結構、下関で言ったらね、あの、普通の中小零細で言ったら、上の方の金額提示がね、出てるなと思って、お介護職全然安くないし、なんだったら、なんか下関のね中小零細の払える金額で言ったら、上の方にランクインしてるなっていうようなね、数字があったので、 びっくりしました、ね、でまあ一般的なとこで言ったらですね今までの旧大前の間隔で求人を出してるとこだったら18万から20万ぐらいでもう論外なのはまあ16とか15万とかなんかそんなあのー、ね18万以下で出してるところはもう論外みたいな感じになると思うんですけれども大体いい2235まではないけどなんかその辺ま,まではちょっとなんか正社員でも。 上がってきたなーっていうのをね、パラパラ見てたら、えー、感じまして、全然介護職ね、高いやんと思ってね、驚いております。えー、意外と、給料だけで言ったらなんか上がってきてるから、若者のね、えー、なんか取り込めそうな金額だなっていうぐらいのね、えー、きつくてね、えー、なんか給料安いみたいなね、イメージがありましたけど、全然そんなことないんだなと思ってね、驚きました。で もう一つね、驚いたのが、今回はですね、まあ年末が近いということもあって、魚屋さんですね、あの、市場関係の、魚屋さんがね、結構求人出してて、おっと思ったのが、今までとね、表示が全然違くて、1300か1500とかね、えー、時給書いてるんで、で、まあ夜のね、深夜帯の時間なんで、えー、どうしたんだろうと思ってね、今まで、過去動画でもちょっと触れたことあるんですけども、あの、魚屋さんの深夜って、 えー、深夜手当の1.25倍ってね、かけて、ねね、ないんじゃないかなみたいなね、時給の設定の仕方をしてたんで、あーこれ、どういうなんか、ねその、市場の中の特別ルールみたいなね、まあ、特別ルールがあっちゃいけないんでしょうけれども、なんかそういう感覚でやってたのかなと思いきや、今回見たら、深夜手当含むみたいな形ですけれども、えー、1300とかね、1500円とかね、なんかそういう高時給を提示してるね、 ところが増えて表記のして、表記の仕方をなんかまあちゃんとしたのに変えたみたいな感じになるのかなと思ってねでまあ普通のね10時22時以前のね時給に換算すると1.25倍になる前の時給にすると、まあ、1,000ちょっとぐらいなんでまあ一般的な、えー、今の下関の時給の普通の、えーね、バイト募集の金額と変わらないの金額に、まあ、プラス、えー 1.25倍ねかけた金額なんだなっていうのでねおおなんか数字のマジックやなと思いながらね、えー、年末商戦に向けてね、えー、人材のね囲い込みをしたいなんかもうこのねえー、感じがなんかうわーすげえなんか上がってきたなあというね感じですね表記の仕方も変わってきたなっていうのをね感じましたね、えー、ただねうちはうちの方が高いなと思ってね今払ってる金額は上の人がね22時超えたら1625円なんでね うちの方が高いよと思いながらね、えー、まだいけるというのをね、これ見てちょっと確信に変わりましたという感じですね。はい、で、まあこうやってね、えー、下関の中でも、まあ、経営者、まあその各会社によってもですね、まあ、全然その、なんか頭の中身がね、えー、まだ変わってない人、で、もう価値観がガラッとね、変えて、あーもうね、勝負しないとね、人は集まらないっていうのにね、えー、もう気づいた人というか、もうね、覚悟を決めた、ね、会社と。 で、まあ、今まで通りみたいなね、ところとか。で、もう全く、えー、論外なのは、そういうね、昔の奴隷を雇ってたみたいなね、えー、人がね、えー、まだ、えー、たくさんいた時代にね、まあ、氷河期世代とかね、段階世代がね、わーっといっぱいいた時代の感覚で、ね、人をね、えー、雇えるような感じで募集してるところもありましたよっていう感じなんですけれども。まあ、これ、どっちにしてもですね、まあ、正社員は置いといて、えー、まあ、 このね、深夜帯の時間もそうですけれども、まあ、結局ね、あの、ぶち当たるのは不要のね、壁っていうことになると思いますので、まあ、これ学生とかだったらですね、えー、まあね、法時給だから、まあ、ちょっと深夜ね、えー、早いけれども、まあ、冬休みとかだったらいいだろうって,ってね、応募してやるけれども、えー、まあ、時給がいいんでね、えー、超えちゃうよと、ね、不要の枠を超えちゃうよというふうにね、 ななっちゃいそうなね金額になって、金、えー、ね、えー、時給の、ね、金額になっておりますので、まあ、不要の壁、103万の壁っていうのはね、えー、立ちはだかるわけなので、まあ、これで今度はまたシフトがね、組みにくくなってね、えー、足らないからもう一人雇わなくちゃいけないなとね、まあ、そういう風な流れになると思いますので、結局、時給を上げようがね、まあ、バイトの場合ですね、学生とか、まあ、そのね、不要に入ってる方、 を雇用する場合っていうのはですね、結局は、えー、103万の壁にね、ぶち当たるなーっていうのをね、改めてちょっと求人誌をね、パラパラ眺めながら、えー、ね、思いましたと。うん、これをなんとかしてもらわない限りは、まあ時給でね、えー、上げたところでっていうね、ことになって、今度はどん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 ,どんね、あのシフトが入れる日数がね、減っていきますので、まあ時給は上がったとしてもですね、今度は、えー、入れる時間帯がね、あ時間、 時間数が、ね、減ってくるわけなので、まあね、どこの業態でもそうでしょうけれども、シフトを組むのが大変な、ね、流れになっているなというのを改めて、えー、実感しましたということでね、ね、まあ、あとは、えー、かなり、ね、結構無理して、えー、上げているところも、ね、あるんだろうなというような金額を、ねえー、提示しているところは結構ありましたので、まあ、とりあえず人がおらんには、ね、売り上げも作れんからということで、まず先,先行投資みたいな、ね、形で、うちもそうですけれども。 まあそういう感覚でやってるところも増えてきたのかなっていうのをね、えー、この求人誌を見ながらね、えー、ちょっと思いましたよというね、お話がございました。まあ、でも結局は、まあ、不要のね、壁にぶち当たるので、まあ、全然その、まあ、フリーターの方とかね、まあ、自分で、え、車保とか払っている方とかだったら、まあ、関係ないし、まあ、ダブルワークの方とかね、えー、だったら、まあ、いいんでしょうけれども、まあね、大変だなというふうにね、思いました。はい。 えー、というわけでね、だん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 ちょっと下すぎるね、まあ、求人の流れというのもね、変わってきたなーっていうのをね、ちょっとここ半年ぐらいね、ちょっとウォッチしてるんですけれどもね、あちょっとなんか今回変わったなっていうのをね、ちょっと感じましたと。まあ、ただ、えー、10月からですね40円ね、再賃が上がった割には、まだ動きはね、鈍いかなーっていうのも感じておりますので、まあ、先に上げたもん勝ちかなっていうね。 えー、ところがあるのかなというふうに感じましたという感じですね。はい。えー、というわけでね、まあ、不要の壁、ね、はいお、なんとかね、政治家の皆さんね、えー、どうするか決めてくださいよと。そうじゃないと、来年の2024問題で、もう大、日本はね、大混乱に陥るよというね、えー、感じじゃないですかね。もう24年と25年でなんか日本は、本当にこう、バーンとね、陥っていくような流れ来てるなーっていうのをね、本当に実感しておる、えー、今日この頃でございます。 ね、この間あのドイツ、GDP で、ね、ドイツに抜かれて4位に、ね、転落したという、ね、ニュースもございましたけれども、まあ、これ速攻でインドにも抜かれそうやなというぐらいの、ねえー、感じになってきたので、まあ、本当に、ね、ちょっと早めになんか、うん、仕組みをね、まあそのまあ、会社、経営,、まあ、経営者が、ね、経営しやすいような、ねえー、環境を整えてくれないと、まあ、どうしよう、もう日もさ、ね、ちもいかないような、ね、状況になっていくと思いますので、 まあ、早急にね、えー、法改正とかね、なんか、えー、手こ入れをしてくれないと、補助金をもらったとってね、そういう問題じゃないのよというね、えー、世界観だと思いますよね。取って配るみたいなね、ことじゃなくて、あの、根本的な仕組みを変えてくれないと、まあ、これはどうしようもないね、流れだなと思いますし、まあ、新規でね、まあ、起業した方がいらっしゃったとしてもですね、まあ、新規出店ね、町本席も、 えーまあ、補助金の,、ね、あの影響もあるんでしょうけれども、わーっと、ね、一気に出店ラッシュでねお店が増えましたけれども、じゃあいざ、ね、人を雇おうというにまに、まあ、これのシフ,トがシフトが組みにくいよと、不要の壁等があるからシフトが組みにくいよっていうのをね、えー、にぶち当たると思いますし、このね、あの面接をし、ねね、させていただいてても、ですねやっぱ学生の方もほうも不要を気にしながら、えーね、ちゃんとあのやってるなーっていうのと、まあ、あと、掛け持ちとかしてたら、ですねもう、 なかなか入れないなと、もう週2とかね、週1とかになっちゃうので、さすがにちょっとそれじゃあね、あの雇用しづらいなというふうになってしまいますので、うーんっていう感じになっちゃうんですよね。はい。というわけでもうなかなかね、これは本当に難しい問題だなというふうに思いました。はいえ。というわけでね、今日は、えー、花金ということで、まあ、ご予約もいただいておりまして、で、オープンしてすぐにね、地元をね、超、え、棒、ー、できるようなね、若手の皆さんがね、 ご来店くださってですね、がっつりやってくださって、まあ、その後バーっとね、まあ、ほぼ、えー、満席ぐらいになって、えー、1回転終わって、で、ね、2次会で7名様ね、いけますかってね,ね、あったんですけども、ちょっとね、微妙に席が空いてなくて、えー、ごめんなさいっていうのはね、ありまして、まあ、何件かお断りして、で、終わってみたら、えー、超炸裂まで、ね、あと一歩で終了ということでね、ちょっと取りこぼしというかね、 まあ、あの、席のね、空き具合がちょっと微妙だったんで、ああ、もったいないなーというね、もうちょっと行けたかなー、ちょっとね、ほんと30分ぐらいずれたらね、えー、もうちょっと行けたかなというようなね、流れでございました。はい。で、今日ね、あのー、全然あの、テレビ放送あったのかどうかもちょっとね、チェックしなかったんですけれども、えー、常連さんからね、電話があって、えー、ね、阪神おめでとうとね、クライマックス制覇してね、セ・リーグを制覇しましたよというね、ニュースを常連さんの電話で知るというね、 感じで、で今度ねあの、ドラフト会議がある日にね、まあ、毎年ご予約いただいてね、うちのブラウン管テレビでね、えー、ドラフトをね、見守るんですけれども、その予約もね、いただきましてね、あ,ありがたいなと思ってね、えー、嬉しかったですという感じですね。はい、で、最後ね、ご来店くださった方がですね、トヨコのね、私の高校のね、母校の、だいぶ下のね、後輩らしだったみたいでね、116期、私が99期なんでね、 もうだいぶ下ですけれどもね、えー、なんか TikTok をね見てくださってたっていうことでね、えー、会社のね、えー、方と同僚とね、若い方とご来店くださいましてね、がっつりやってくださいまして、まあ、話してたらですね、まあ、この原沢選手のね弟さんと同級生、であとは、えーね、下のあの山口君が、ね、世界に誇る山口県、ね、ナンバーワン女子アナの八木美沙子さんの妹さんとも、ね、同級生ということでね、 めっちゃ近所だったみたいでめちゃめちゃ本当に親しいようなねお話をされてたのでいやー世間は狭いなーと思いながらも、まあ、そうやってね、えー、優秀な方がね、えー、地元にね下関の企業に就職してくださったみたいでね、えー、地元に残ってね、えー、こうやってね飲みに来てくれるっていうのはね嬉しいなーと思いながらね、えー、ちょっとなんか本当に、えー、近しい、ね、人とはかぶってたんでね、えー ちょっと地元トークでね、盛り上がりましたよというお話でございました。はい。で、結構若い子だったのでね、地元の YouTuber にもね、注目されてたみたいで、田中みかんちゃんがね、えー、一番多分、えー、女の子で言ったら、えー、トップ YouTuber だと思いますけれども、まあ、田中みかんちゃんファンがね、えー、2人、ね、女子がいらっしゃいましたね。わあ田中みかんちゃんに会いたいねっていうようなね、話をしててね、盛り上がりましたよという感じでございました。はい。えー、というわけでね、まあ、ちょっと、 下関の求人事情も流れが変わってきましたよというのと、まあ、その球体以前の募集をかけてるところと、まあ、ちょっとね、あの攻めの募集をしてるところ、でまあ、夜で言ったらですね、まあ、そういう魚関係とかね、深夜の仕事関係の今までのね、そういう時給のね、設定からガラっと変わって、なんかね、深夜帯の料金をパンとね、ちゃんと載っけた金額表示で募集があったんでね、おー 驚いたというような感想でございました。はい。あとはね、不要がね、不要の壁、103万の壁がある限り、まあ、本当にね、難しい状態、状況は続くなというのをね、改めて、えー、実感している今日この頃でございます。はい。で、c p ッ p ね、3日目なんですけれどもね、えー、今日は本当にちょっとあのバタバタしててね、あの、まあ時間も少なかったのと、あとね、ちょっと寝落ちをしてしまったので、途中ね、つけ忘れてたんですけれども、 明、えー、け方ぐらいかな、ちょっとつけ直してね、やっただけで、2、3時間つけただけでも、2時間ぐらいかな、2時間ぐらいつけただけでも、やっぱ寝落ちした後起きた時はもうしんどかったんですけど、まあ、いつも通りのね、CPAP 以前のね、あの常に GP している状態のね <laughs>、えー、酸素濃度が足りない状態だなっていうのを、ねまあ体のしんどさから実感したんですけども。 まあそこからね、あの、シーパーポちゃんとつけて寝て、2時間ぐらい寝るとですね、もう、わあ、こんな違うんかと、逆にね、あの、違いが、えー、感じ、実感ね、えー、して、改めてね、シーパーすげえなと思いましたね。はい。というわけでね、どん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 、あのー、まあ、気持ちもね、体も、え、健康になっていくのをね、実感しておりますので、ああ、やっぱすげえなと思います。はい。というわけで、チャンネル登録とグッドボタン、えー、ね。 スーパーサンクスよろしくお願いいたします。で終わります。